こんにちは、原町接骨院北松です。今回は集中力低下、頭がぼーっとする理由ということでお話しいたします。今回ですね、集中力が低下したり頭がぼーっとしたりすることの理由を、いくつかありますので、それについてお話しいたします。で、この動画をご覧になることにより、あなたは、それについての対策を知って、集中力が上がり頭がぼーっとすることは少なくなるはずです。ではお話しいたします。頭がだるいとか重いとかぼーっとするとか集中力低下っていうのは、原因ってのは脳疲労、頭が疲れてるんです。脳疲労なんです。これ脳の疲労、じゃあなぜこの脳疲労が起こるか、その原因なんですけども、それが4つほどありますのでお話しいたしますね。まず1つ目なんですけども、自律神経の乱れなんです。自律神経の乱れ、自律神経っていうのは2つありまして、交感神経と副交感神経っていうのがあります。交感神経は、活動している時に優位になる興奮のスイッチ、副交感神経は、安静にしている時に優位になる回復のスイッチなんです。この交感神経と、副交感神経がうまく入れ替わることにより、我々の体はいい状態で活動できるんです。ところがこの切り替えがうまくいかないと、自律神経が乱れていろいろな不調が出ます。それが脳に関しては脳疲労という形で出てしまう。そして、2つ目の脳疲労の理由なんですけども、ストレス、これは精神的なストレス、あとは環境的なストレスというのもあります。環境的なストレスというのは、例えば温度差、そして湿度、そして気圧、そういったものも、ストレスとして、あなたに覆いかぶさり、それが脳疲労を起こす。精神的ストレスだけではなくて、今言ったような環境的なストレス、それも脳疲労を起こしてしまいます。で、3つ目なんですけども、3つ目は疲労の蓄積です。はい、もうオーバーワークになると当然もう脳が処理しきれなくなって脳疲労を起こしてしまいます。これは体の疲れだけじゃなくて、もうデスクワークして脳に負担をかける、まあそれはもう脳疲労になっちゃうんですけども、そう、体と頭使ったけど両方のオーバーワークが脳疲労を出してしまいます。そう、4つ目はもう睡眠不足、寝不足です。はい、睡眠っていうのはもう一日の記憶をリセットして体と脳を回復させるための時間なんですけども、その時間が短いと当然脳が回復しづらい、回復しきらない、その状態で、日々の活動していたら当然脳がもう疲れてしまうわけです。では脳疲労の対策どうすればいいか、まあ、いくつかあるんですけども、1つ目は睡眠しっかりとること、もう当然です。あとは睡眠につながるんですけど、お昼寝、15分から20分の昼寝をすることにより脳疲労を取れやすくなります。で、3つ目は入浴、そして運動、これら血流を上げていく働きがありますので、血流上がることによって脳疲労取れやすくなります。そしてあとは私の動画でね、よくご紹介している足を壁に立てかける、そうね、これもね、すごい脳疲労を回復させるのに効果的なんですけども、これは下の概要欄のリンクの中に載せておきます。あとは瞑想もね、私もよく説明してるんですけども、この瞑想も正しいやり方下の概要欄に入れておきますので、ぜひね、概要欄ご覧になってね、足の挙動と瞑想をねご覧になってみてください。そしてあなたがこの脳疲労による集中力の低下、ぼーっとする感じ、セルフケアを頑張ってもどうにもならない場合、そういった時は、自律神経を整えてくれる脳の疲れを取ってくる専門家に相談することをお勧めします。もちろん私、自律神経の専門家を、自認してますから、そういった症状を回復するのも得意です。ただね、それは私であっても私であっても構いません。あなたが安心して任せられる人にそういったことを相談して、治療してもらうのもいいんじゃないかなと思います。ということで、今回の話もう一度まとめると、あなたの頭がだるい、重い、ぼーっとする、集中力低下するっていうのは脳疲労、
脳疲労が原因なんです。でこの脳疲労を起こす原因っていうのが、一つ目は自律神経の乱れ、要はね、興奮のスイッチ、交感神経、回復のスイッチ、副交感神経、このスイッチの切り替えがうまくいかなくなってしまって自律神経が乱れてしまう。それ二つ目の原因がストレス、精神的なストレス、そして環境的なストレス。環境的なストレスっていうのは温度差や湿度、気圧など、そういった外的要因によるそういったことのストレス。で3つ目は疲労蓄積、はい、もうオーバーワークですね。要はもうあなたの器の中にもう疲れが溜まりすぎて、それがコップから溢れた状態、そうなってくるともう脳疲労過密に起こります。で4つ目は睡眠不足、はい、もうね、睡眠不足はもうね、体と脳の回復の時間ですから、それが短くなったら当然ね、もうすぐ疲れちゃうわけです。で対策なんですけども、睡眠をしっかりとること、そして15分から20分のお昼寝、そして入浴や運動で血流を良くしていくこと、そして足の挙上、あとは瞑想などの、対策をやってみてください。そしてあなたがセルフケアをやってもどうにもならない、回復しきれない場合は、私だっても私じゃなくても構いませんので、自律神経を整えてくれる専門家に相談することをお願いいたします。そして、これをご覧のあなたがもし、私にそういったことをお任せしようと思った時は、私が全力を持ってあなたの回復のお手伝いをさせていただきます。私の自律神経の整体であなたの体の疲れ、内臓の疲れ、脳の疲れを回復させ、調子が回復していくお手伝いをさせていただきます。そしてあなたのご自宅がもし遠方である場合、または外に出るのが辛いぐらい調子が悪い場合、またはこのご時世移動して人に体を触られるということに対して不安がある場合、失礼しました、そんな時は自宅にいながらパソコンやスマートフォンの画面を通してあなたの体を整えさせていただくオンライン遠隔整体というのを私やっております。これでしたらあなたは自宅にいながら人に触られることなくお体を整えていくことができます。そんな私の自律神経の整体やオンライン遠隔整体に興味がございましたら、下の概要欄をご覧になって、電話でもメールでも LINE でも私にご連絡ください。そして私、毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日21時から22時の間スタートでご覧のチャンネルで YouTube ライブ、ライブ配信を週2回やっております。内容は1週間の配信した動画の復習と、あなたからのご質問にその場でお答えしていきます。またライブ配信の最後では、いらっしゃる方でご希望がございましたら、いらっしゃる方全員でお体を整えさせていただくオンライン遠隔整体合同版というのもやっております。1対1のオンライン遠隔整体に比べると効果下がりますけど、やった方からは手足が暖かくなった、よく眠れたという声も聞いております。よろしければ私のライブ配信も参加ください。参加していただけると私非常に嬉しいです。そしてこの動画があなたにとって参考になるようでしたら、グッドボタン、チャンネル登録していただけるともっと嬉しいです。ということで今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。